4人組アイドル、カツーンの田淵淳之介が24日、来年春にグループを脱退し、所属のジャニーズ事務所も離れることを明らかにした。日本テレビの音楽番組、日テレ系音楽の祭典、ベストアーティスト2015で発表した番組の MC を務めた嵐の桜井翔派、後輩の悲しい報告に苦渋の表情、挨拶する亀梨和也に寄り添った、にこやかに司会をこなしていた桜井。カツーンをステージに呼び寄せると、厳しい表情に変わった、亀梨の隣に立ち、さあ、カツーンの皆さんにお揃いいただきました。ここでですね、重大なお知らせがあるということですので、お願いします。と田淵に挨拶を促した。田淵が挨拶を終えると、桜井は、やはり厳しい、表情で、会場だけでなく、全国の皆さんも、衝撃を受けている方もいらっしゃるでしょう。代表して、亀梨くんからもお願いします。と、亀梨に挨拶を求めた。亀梨が挨拶を終えると、桜井はメンバーも含め、ファンの皆さんもなかなか消化できないと思います。と、グループが来年10周年を迎えるタイミングでの田淵の脱退に、ファンはもちろん、メンバー自身の当惑していることを代弁、これからの4人のパフォーマンスの一つ一つを目に焼き付けていきたいと思っています。カツーンをステージに送り出した。